皆さんこんにちは、ももりんごです。さっき起きて2時間ぐらいダラダラしたので、これから3回目のデートの準備をします。じゃあ早速行ってみよう。朝の時間って本当に貴重じゃん。いろいろ朝はやることはかどったりするから、せっかく起きたなら活動するべきところを2時間もダラダラとテトリスやってた。やばくない？マジで時間もったいないよね。朝の時間がいかに大事かっていうことで、意識高い系の医大生とかと同棲してたらブチギレられそう。朝目覚めてから2時間という貴重な時間はですね、脳のゴールデンタイムと呼ばれてまして、医学的に申し上げますと、思考の回転が非常に速くなるので、ドーパミンやアドレナリンなどの神経伝達物質が分泌されるものですから、ダラダラとお過ごしになるなんて言語道断。世間が許してもこの僕は許しませんよ、みたいな感じで絶対ネチネチ文句言われるよね。 100% 言われる。それに対抗する術を持ち合わせてないから悔しいね。まあちょっと朝からねテトリスやって時間を浪費したことへの懺悔はこれくらいにさせてもらって、実はね今日は夜にマッチングアプリで出会ったいい感じの人の、まあプーさんと3回目デートに行くんだけどさ、まあ実際バーベキュー挟んだから会うの自体は4回目かな。2人きりでデートは3回目だけど、すごいトン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 って言ってるよね。2回デートしてみてこんなすんなりトントン言って大丈夫ですかって不安になるくらい順調なんだが、だって今のところ会って何も不安な要素ないんだよ。こんなもんだっけ？怖くない？なんか何も障害がない障害物競争参加してるみたいな気持ちになってんだけど、今競技間違えたんじゃないってくらいひたすらコースを助走で走ってる感覚。ぶら下がってるパンは？トゲトゲのマットは？網の下くぐり抜けなくてここ大丈夫？って白い粉、白い粉、合法な白い粉は顔に浴びなくて平気ってなってるよ。こんな障害がないとこれからどんな過酷なレースに参加させられるんだろうって疑心暗鬼になっちゃうよね。まあでも言うて3回目も見極める時間としてはとっても大事な時間だな。前回3回目デートした山さんも割とこんな感じに順調だったしさ。まああんまり期待せずにゆるーくね相手を知ろうっていう感じで今回も行きたいよね。てかさ、ももりんごって結構な猫かぶりなんだよね。自分で言うけど妖怪猫かぶりだから素を出すまでめっちゃ時間かかるタイプなの。まあみんなそうなのかもしんないんだけどさ、作り笑顔とかしちゃうんだよね。無理に反応を良くしてみたり、なんかモテテクボに書いてあるような感じの量産型 OL キャラを心がけてるからさ、こんな家で陰室にね画面に向かって一人でベラ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 とくだらないこと喋り続けてるしょうもないやつだとは決して思われてないのよ。どうするよ。たまにね美容院の美容師さんとかと話してると見抜かれちゃったりするんだけどね。ももりんごさんってなんか発言がシュールですよねみたいな。だからさ、まあ人にはいろんな一面あるけどさ、量産型 OL キャラを作り続けてるゆえに崩せなくなってきてんだよ。だって素で行くとさ、合コンとか参加しても警戒心マックスの心の AT フィールド全開すぎて
人と距離詰めらんないのよ。愛嬌の塊みたいな女子が隣にいると、もうなんか自分が愛嬌なさすぎて他人に壁作っちゃうしさ。まあ今のところね、彼的にどう思ってるのかは分かんないなーって感じなんだけどね。ふぅ。みんなはさ、いつ恋人とか気になる人とかに素を見せられるの？まあもはやどれも素だと思うけど、ある程度はアプリの人とかだと作った自分を見せるじゃん。徐々にメッキは剥がれていくと思うけどね。これまた心配事項なんだよな。でもさ、数回目でデートして告白して付き合う人たちって相手の半分も理解できてないまま付き合うんだよね、きっと。まず付き合ってみて、付き合ってから知っていく的な感じの精神なのかな。ねえ、なんかもう何が正解かわかんないわ。流れに身を任せるのがベストなのかな。その時の気持ちに正直にというか。うん、まあそうなってから考えるって話なんだけどね。てかさ、全然関係ない話になるんだけど、さっきね、準備する前に近所の薬局に行ったのよ。そしたらさ、店の入り口入った瞬間に子供抱き抱えてるお母さんにね、声かけられて、ちょっといいですかってめちゃくちゃ焦ったように言われて、え、何何って思ったのね。だってさ、本当に店入った瞬間すぐに呼び止められて、で、なんかモモリンゴの胸元のあたりに手伸ばしてきたので、なんか、え、なんだろうなんだろうと思いつつ、でもよくわかんないけどね、なんかびっくりしてそうだったから、はいって答えたのよ。そしたら胸あたりにガがついてて、それを素手で掴んで、そのお母さんが店の中にリリースしてくれたのね。って悲鳴よりもう静止しちゃったわ。え、ががみたいな、怖ーって。1センチくらいのやつだったんだけどさ、しかもお母さん素手で行ったのって思って、ってパーって店内にリリースしてるから、またそのがと遭遇する可能性あるよね。いやー、ものすごい助かったし、非常に優しい世界だなーって思ったんだけど、めっちゃびっくりしたわ。で、まあそのお母さんにね、本当にありがとうございましたって俺言って買い物したんだけど、もうすーごい驚いたからさ、誰かに話したくて、まあここで話したんだけど。やばくない？胸元にいきなりガがついてる人歩いてきて、しかもそれを素手で取ってくれるお母さんいるって、すごいよね。まあこんな感じでおまけの話は以上でした。じゃあちょっと、まあ時間もやばいので、そろそろ行きます。また報告するね。じゃあねー、バイバーイ。